ウィルバー・ドナルド・ワカマツは、アメリカ合衆国、オレゴン州、フッドリバー郡フッドリバー出身の元プロ野球選手。野球指導者、宇藤右打。2018年シーズンより、MLB のテキサスレンジャーズで、ベンチコーチとなり、9月21日からは、監督代行を務めた。2019年シーズンから再び、ベンチコーチに配属となった。2009年から2010年途中まで、シアトルマリナーズ監督を務めた。日系アメリカ人及び、アジア系アメリカ人初の MLB 監督である。父親が、日系3世のアメリカ人で、母親がアイルランド系アメリカ人。カリフォルニア州のヘイワード高等学校時代は、アメリカンフットボールと野球をプレーしていたが、アメリカンフットボール選手としては、体格が小さかったため野球の道を選んだ。その後進学したアリゾナ州立大学では、バリー・ボンズらと共にプレーし、捕手として、オールパック10に3年間選出される。1984年の MLB ドラフト51巡目でニューヨークヤンキースから指名されるが、この時は契約しなかった。1985年の MLB ドラフト11巡目でシンシナティレッズから指名され、プロ入り。現役時代はマイナー生活が長かった。1991年にはシカゴホワイトソックスで控え捕手として18試合プレー。先発出場した9試合はすべてナックルボーラーのチャーリー・ハフが相手だった。1995年からはマイナーでコーチ兼任となった。1996年に現役引退した。1997年にルーキー級ピオリアチーフス監督に就任した。1998年に A 級ハイデザートマーベリックスの監督を務め、マネージャー・オブ・ザ・イヤーに選出される。1999年には AA 級エルパソディアブロスの監督を務めた。2000年に AA 級エリーシー・ウルブズの監督を務めた。マイナーリーグ監督時代の成績は215勝248敗。2001年にアナハイム・エンゼルスマイナー巡回捕手コーチに就任。2009年のシアトルマリナーズの監督時代2003年にテキサスレンジャーズのベンチコーチに就任。2006年にバックショーウォルターが脱水による不整脈で入院した際に2試合監督代行をした。2007年にロン・ワシントン監督の下でレンジャーズ三塁ベースコーチに就任。2008年にオークランドアスレチックスのベンチコーチに就任。2008年11月19日にシアトルマリナーズ監督に就任した。2010年シーズン7月の段階で42勝70敗と低迷し、シーズン途中の8月9日に解任された。2011年にトロントブルージェイズベンチコーチに就任。2013年はヤンキースのダラス・フォートワース地区担当のスカウトを務める。2013年10月25日に2014年シーズンよりカンザスシティロイヤルズでベンチコーチを務めることが発表された。2014年オフにはタンパベイレイズの新監督候補としてクリーブランドインディアンスのブルペンコーチのケビン・キャッシュ、ラウル・イバニエスと共に名前が挙がった。12月4日にはイバニエスが監督申し入れを断ったため、キャッシュかのどちらが監督に就任することが決定的となった。結果的に6日にキャッシュが新監督に就任したことが発表されたため実現しなかった。2018年シーズンからはレンジャーズのベンチコーチを務める。2018年9月21日、同日に監督のジェフ・バニスターが解任されたためシーズン終了まで代行として指揮を取ると発表された。シーズン終了後、ベンチコーチに配属された。戦術の通り日系アメリカ人4世であり、父親は第二次世界大戦中に、米国内の日系アメリカ人を収容していた、トゥーリー・レイク戦争移住センターの生まれである。ドンの二人の息子もいずれも野球選手となり、長男のジェイクは2011年の MLB ドラフト48巡目で、トロントブルージェイズから指名されたがこれを拒否した後、アマチュアFAでカンザスシティロイヤルズに入団し、参加マイナーで2016年から2年間プレーした。次男のルークは2015年の MLB ドラフト20巡目で、クリーブランドインディアンスから指名され、参加マイナーで2016年から4年間プレーした。後、東ドンの推薦を経て2021年より、日本プロ野球の中日ドラゴンズで、育成選手としてプレーすることとなった。ありがとうございます。